株式会社音楽館は、音楽制作並びに、業務用シミュレータの企画、開発、制作を、主な事業内容とする日本の企業。本社は、東京都品川区西五反田にある、フュージョンバンド、カシオペアのキーボーディストであった高谷実が、プロ用レコーディングスタジオ向けの録音機材賃貸を、行う会社として1985年に設立。 1993年に映像と音楽を融合させた CD ロムソフト、Touch the Music by c a s o p e a を制作したのを契機に、コンピュータソフトの分野に進出し、1995年8月より、高谷の幼い頃からの夢であった電車の運転を題材にした PC 用ソフト、トレーンシミュレーターを発売。これが事業の主軸となっていく。シリーズは、 pc 版と家庭用ゲーム基盤を通算して31作品を数える。2005年10月1日から鉄道ファン向けサイト、レールファンの運営を東京急行電鉄から引き継いだ。トレーンシミュレーターはコンシューマーゲームの分野に留まらず、2006年からは業務用シミュレーターの制作を開始。東京急行電鉄及び東急テクノシステムから実際の乗務員要請に用いられる。 シミュレータ開発を受注、制作した。そのシミュレータには、人身事故を想定して、人が線路に飛び込む表現ができるなど非常時のシミュレーションも可能になっている。同年、プラットフォームをプレイステーション o 3に移し、レイルファンを発売。同社運営サイト、レイルファンから名前を取り、それまでのトレインジミュレーターからタイトルを変更したもので、あるが2作品で終了。 2007年7月には台湾を含むアジア地域限定にてデイルファン台湾鋼鉄を発売。日本語版は11月に発売された。その後は家庭用ゲーム機の開発が止まり、鉄道会社、博物館向けの業務用シミュレーター制作にシフトするようになる。同年鉄道博物館向けに D51 形式蒸気機関車シミュレーターを制作。 世界初ともなる本格的な蒸気機関車のシミュレーター開発には約3年もの日数を要した。同様装置による揺れも再現し、機関士の運転のほか、機関助手による登壇・吸水も体験できるようになっている。その後も展示用シミュレーターとして、電車とバスの博物館、鉄道博物館、キッザニア甲子園、東部博物館、九州鉄道記念館、 クズは、モール3000広場、三崎公園ワクワク電車ランド、東日本旅客鉄道 E5 系新幹線シミュレーターを、納入し、乗務員訓練用として、マレーシア鉄道公社、九州旅客鉄道向けにもシミュレーターを開発している。2012年に、カシオペアを脱退したことに伴い、向かいや自身関連のマネジメント業務も受け負う。2013年1月21日に、本社を、 東京都世田谷区上馬から品川区東五反田に移転した。2016年には稼働部分をパイプとし、収納時に互い違いにすることで、戸袋部分をコンパクトにした軽量型ホームドアのアイデアを考案。日本信号との共同開発により実用化された。2017年、本社を品川区西五反田の特ビルに移転。2017年11月、 軽量型ホームドアが、九州旅客鉄道地区飛線、九大学圏都市駅に試験導入された。PC、編集プレイステーション2、編集プレイステーションポータブル、編集プレイステーション3、編集周辺機器、編集ニンテンドー DS、編集音楽 CD、編集、向井やミノルディスコグラフィーも参照。2008年5月2日から5月7日まで投球。 百貨店東横店で限定公開。特急自由が丘渋谷、急行自由が丘中目黒、確定菊名元住吉、特急横浜元町、中華街の4つ区間で5050 50系、9000系、Y500 系の車両が運転できた。入館者が順番を待つ、客室部分には211系は車体を製造したメーカーの名板のもとに、 音楽館のロゴマーク入り改造名板が取り付けられ、209系は実車にない、車両番号ステッカーに同社のロゴマークが追加されている。E233 系をもとに、基本走行を学ぶ、初級、信号や速度制限を学ぶ、中級、定時運転や乗り心地の良い運転を学ぶ、上級の3つのコースで運転の仕方が体験できる。モデル1区は、 高崎線、大宮かご原。映像発生装置や内容を回収。音声と表示で運転をガイドする、ビギナー。表示のみでガイドする、ノーマル。ガイドは、一切なく ATS の確認操作が要求される、プロフェッショナルと3つのモードを選択できる。九州旅客鉄道の信号保安装置、ATSDK の動作を模擬した、乗務員の研修用シミュレータを担当。 2012年5月3日から5月8日まで東急百貨店東横店で限定公開。当時東京メトロ副都心線との相互直通運転に向けて地下加工事中だった東横線大館山渋谷館を図面や取材をもとに作成した CG 版シミュレータ。クズはモールの南館、光のモール内に設けられた3000広場に京阪急3000系の デジタル動体保存8000系シミュレータ2600系シミュレータを設置。デジタル動体保存とは車両そのものは動かないものの映像や音声などを使いあたかも動いているかのように見せる臨場感のある展示方法。3505号車デジタル動体保存はインターネットによる事前受付制で運転体験をすることができる。 景気類を前方画面内に CG で表示させた小スペース型のシミュレーター。南海電気鉄道線系を模擬し、マスコンハンドル、ブレーキハンドルは子供向けに開発されている。イナトランズ2014で初公開された。運転台には一部実機器を使用し、新幹線の信号保安装置 DSATC や各種機器の動作を再現。地震、非常通報など、 異常時の体験も可能で、日本語と英語の両方に対応している。モックアップ車体は、分割可能で過半型のシミュレーターとなっている。ありがとうございます。